皆様こんにちは、松本幸四郎です。はい、そうです。あの三谷さんからそのお話をいただいて、歴史上の外国や古代をやるということだけでもいいんですけど、そこに源太郎さんの漫画風雲児たちの原作にしての外国や古代の歴史に実際にあった話を歌舞伎化するという、絶対すごいものができるっていう、なんか確信が最初からあるんですね。でそれをこう形にすると言いますかね、演じるのは自分ですので、そこに持っていくっていうことにどれだけ、苦しむかっていう、それがまあ役者をやってって一番の楽しみではないかと思うんで、それをいつも感じさせられますね。はい、こういう格好して歌舞伎はやったことないんでもう全てが未知の世界で、逆にこうどうなるかわからない、自分が演じること、自分がその世界に飛び込むことがどうなるかわからない、どういう結果になるかわからないっていうことこそ興味があることなので、楽しみでしょうがないです。原作に出てくる描かれた大黒屋光太という人物がいますので、まあ、それはこうひげをつけてるというのが一つのキャラクターでもあったので、ちょっとまあひげをつけてみて、どう見ていただけるかと思って、本当に採用されるとは思っていなかったんで僕自身びっくりしました。はい、歌舞伎は今に生きている演劇なんだということを実感していただける歌舞伎になると思いますので、ぜひともご期待して、ご覧になっていただきたいと思います。6月歌舞伎座でお待ちしております。